皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はドラゴンズドグマ2のファミ通紹介をしていきたいと思います。王道ファンタジーの世界で息づく魔物との戦闘、フィールドに出ると世界で息づく魔物たちと遭遇することになります。戦って討伐するのもいいですが、明らかに戦力が上であろう魔物からは逃げるという判断も必要です。パーティーや周囲の状況などに合わせて見極めるようにしましょう。また本作では物理演算が用いられていて、岩や橋を壊す、水を流すなど地形を利用した戦いも効果的です。多彩なアクションが楽しめるジョブと手に汗握る魔物との戦闘シーン、転職はジョブギルドで行います。町にはジョブギルドという施設があって転職を行います。編成の組み方はプレイヤーの自由です。ではジョブを紹介します。ファイター、片手剣と盾を扱う近接戦闘が得意なジョブです。パーティーの前衛として敵陣へ切り込んでいき、大ダメージを狙っていく役割に適しています。アーチャー、弓矢を使った遠距離攻撃を得意とするジョブです。遠方から一方的に攻撃を行い、高所や空中にいる敵も狙い撃てるのが特徴です。シーフ、両手に短剣を持ち、素早い攻撃と機動力を生かして戦うジョブです。瞬速のステップを利用したヒット&アウェイを敵にお見舞いできます。メイジ、攻撃魔法はもちろん、味方の武器に様々な属性を付与するエンチャント、仲間を癒す回復魔法など攻守にわたってパーティーを支えるジョブです。魔剣士、物理攻撃と魔法攻撃の両方を扱える両者専用のジョブです。近距離では魔装剣という両刃の武器で、遠距離では魔法で戦います。魔力で敵の動きを封じたり、複数の物体を投げつけることも可能です。マジックアーチャー、通常の矢ではなく魔法の矢で攻撃を行う各社専用ジョブです。自分の最大 HP と引き換えに強力な一撃を放つカスタムスキルのほか、味方の回復や支援も行えるなど多彩なスキルを扱えるようです。おそらくこれら以外にもジョブはあると思いますね。いわゆる上級職みたいな感じですね。またパーティー内それぞれのキャラクターをさまざまなジョブにつかせて魔物との戦闘に挑むのがドラゴンズドグマシリーズの醍醐味です。前作でも同様、プレイヤーである各社とそれに付き添うメインポーン、他のプレイヤーから雇えるサポートポーンの2人による最大4人での旅が可能です。というわけで今回はこの辺でドラゴンズドグマ2のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。